ブレイブフェンサームサシデンは1998年7月16日にスクウェアより発売されたプレイステーション用ソフト。2008年7月9日にはゲームアーカイブスでダウンロード販売が開始、配信当初は PSP 専用だったが同年8月13日より PS3 にも対応した。内容は 3D アクション RPG。 メインキャラクターデザインは野村哲也、サブキャラクターデザインは小形剛が担当した。なお、本作には、ファイナルファンタジー8、エアガイツの体験版と、アナザーマインドの PV などが収録された、ディスク、スクエア、エスプレビューさんが付属していた。でっかいシリーズ始めますと銘打った、ブレイブフェンサーシリーズ第1弾作品であり、2005年に第2弾の、 武蔵伝通ブレードマスターが発売された。ヤクイニック王国は王と女王がバカンスで不在の隙を突かれてルコアール帝国に攻撃されてしまう。そこでヤクイニック王国はその国の女王に代々受け継がれる英雄召喚を行う。英雄召喚とは異世界から勇者を呼び寄せる術のこと。過去にもこの国に危機が訪れた時、伝説の剣豪、武蔵を呼び寄せ、 危機を救ってもらったという。しかし、女王不在の今、英雄召喚を行えるのは未熟な王女、フィーレビメだけだった。一末の不安の中、フィーレビメにより、英雄召喚の儀が行われた。成功した、かに見えたが、召喚されたのは、なんと武蔵という小さい子供だった。どうしようもないので、王国の人々はこの子供が英雄であると信じ、この国のことを頼むことにした。 一方、この国を危機から救わないと元の世界に戻れないと聞いた武蔵は協力を承諾する。こうして武蔵の旅が始まる。主人公の武蔵は特徴の異なる雷光丸とレーガンドという2本の剣をボタン別に使用する。雷光丸はリーイッチは短いが素早く振ることができ、連続攻撃に適している。レーガンドは大振りだが、 リーチが長く一撃の威力も大きい。ゲームを進めると、この二つを組み合わせて、特殊な連撃を放つ技を教えてもらうこともできる。武蔵のステータスには、力、心、雷光丸、レーガンドという四つのレベルが設定されており、力は攻撃力、心は防御力、雷光丸は雷光丸でのダメージ量、レーガンドは霊眼度でのダメージ量に関わってくる。 これらのレベルには限界があり、各章のボスであるクレストイコールガーディアンを倒すことで限界を高めることができる。防御状態では同時に特殊攻撃で使用するゲージを貯めることができる。ライコーマルのボタンを押すとライコーマルを投げることができ、命中した敵の能力を吸収することができる。この能力をゲットインという。ゲットインした能力を使用すると BP を消費する。ゲットインには ステージギミックとしての役割もあり、この能力を駆使しないと突破することができない場面がある。雷光丸を投げた後、敵を吸収しないでおけば、一定時間後その敵のゲットイン能力1回分の BP を回復することも可能。防御状態では、一部の攻撃を除き、前方からの攻撃をガードすることができる。ゲージを最大まで貯めた状態で、 敵の攻撃をガードした瞬間に攻撃すると、2点1流山というカウンター技が発動する。この技は絶大な威力があるが、攻撃範囲は非常に狭く、うまく、中心を当てないと威力が出ない。斬撃は場に数秒残るので多段ヒットすることがある。なお、雷光丸で受けて、レーガンドで切り返すという技の性質上、この技はレーガンド入手後でないと発動できない。 ゲームを進めると、五輪の書を入手することがある。レーガンドに五輪の書をセットして、ゲージを貯めると、五輪の書に応じた効果を発揮する。本作品には時間の概念が存在し、網役井村の住人や一部の建物、ダンジョン、および敵は、この時間に則っ,って行動が設定されている。特殊なイベント時などを除き、武蔵がどこにいても時間は経過する。 時間により武蔵のステータスに影響があったり、次元イベントが設定されたり、細かい点では市販アイテムが腐るなどして変化する。時間によっては、網役村の店でタイムセールが発生する。また、時間同様に、曜日の概念も存在し、土曜日を起点として、日曜日、月曜日、火曜日、水曜日、風曜日、空曜日で1週間がサイクルしている。 曜日による重要な変化はないが、一部のダンジョンやトラップ、イベントでは重要なポイントになる場合もある。曜日によっては、網役井村の店で特売日や定休日が発生する。なお、ゲーム開始時からの経過日数は365日を超えると1日に戻る。ゲームでは敵が落とすなどして、手に入る通常アイテム、市販アイテム、ゲームを進行する上で必須となるキーアイテム、 本編とは別として、サブイベント的に収集できるアイテムが存在する。収集品は、ゲームの進行には影響しない。薬衣肉は、焼肉をもじったもので、王族や家臣たちは、肉の部位などをもじった名前になっている。網薬衣は、網焼きをもじったもので、村人の名前は、自身の仕事と関係する言葉をもじったものが多い。ルコアールは、アルコールをもじったもので、幹部は、 種類の名前になっている。各地に5体存在する五輪の書の紋章を守る。ガーディアン。五輪の書の解放だけでは、本来の解放とは言えず、彼らクレストイコールガーディアンを倒すことで、本来の力が呼び覚まされ、各地に存在する該当する紋章の解放が可能となる。ミニゲームとされるものは3種類存在するが、ハイロー以外は限定された、場面でのみしかプレイできない。 ブレイブフェンサー武蔵伝のタイトルで、月刊ファミ通ブロスにて連載されていた。作者は、大貫健一。全3巻。展開は大幅に改変されている。同志にて4コマ漫画、武蔵シちびっこ英雄伝説も短期連載されていたが、こちらは書籍化されていない。発売20周年を記念して公開された特別、アレンジ20周年記念ブレイブフェンサー武蔵伝の動画。 ありがとうございます。